どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのカズでございます。本日はちょっとですね、皆さんにご案内の動画が、を撮ろうと思っていますね。ズームをこうつないでおるんですけれども、はい、私のお隣にいますのは皆さんご存知の、この G ラボウクレレを、生み出している G ラボ代表の、ミスター上田氏でございます。今日は上田さんからねちょっとお伝えしてもらった方がいいかな。僕ももちろんあの当事者なんですけど、なんかねこの件に関してはちょっと僕よりもかなり詳しいんで、ちょっとあのめちゃくちゃこれ面白い話なんで、上田さんぜひご案内お願いいたします。あ、はい、Gラボの代表の上田です。こんにちは。はい、今日はですね、実はあのちょっと前からですね、いろんなところでこう話を実は出してたんですけども、あのガズクラブとかですね、何かというとあのベトナムのツアーですね、これをあのついにですね、あの開催する運びになりましたというご報告です。すごい、ベトナムツアー、はい、念願のとうとうそんな話が出てきましたね。はい、そうなんですよ。で、私どもの方ですね、ウクレレをですね、あのベトナムの方でこう作ってるんですけども、ちょっと前にですね、あの工場を引っ越しまして移転したんですよね。はい、でそれで、まあ、その新しくなった工場を、まあ、皆様にもちょっとぜひ見ていただきたいなということをですね、あの前々からいろいろこう考えておりまして、まあ、ガズさんともですね、そんなことできたらいいよねと。うん、実は昔というかですね、この一番初めですね、あのウクレレ始めた時に、ウクレレの、製造ですね、製造の方始めた時に、あのクラウドファンディングで、スタートしまして、でその時にですね、あのベトナムツアーっていうのをリターンの一つにこう入れてやってみたら、めちゃくちゃまあ盛り上がったんですよね。あれは楽しかったですね、はい、かなり。で、あのまあかなりまあ自由度の高い旅行ではあったんですけども、まあ、そこからですね、あのなかなかやっぱりこうちょっと皆さんをこうお招きする機会というのはなかったので、まあ、例のやつが来ましたからね。そうなんですよ、はい、例のやつですね、ね、例のあれ、まあまあまあ、はい、あれで、まあ、あのもちろんあの、なかなかこうお誘いできなかったのもあるんですけど、まあ、たまたまですね、本当にあの、まあ、あの、タイミングというかですね、まあ、今回こういう工場の移転があって、まあ、設備もですね、きれいになりましたということもあってですね、あのぜひちょっと この機会にあの皆様をですね、あのお招きできるといいなということで、実はちょっとこうちょっと前からですね、あのいろいろとこうちょっと画策をしておりましたということです。はいはいはい、で、今回のですね、あのツアーに関してはあの JTB さんの方にご協力をいただきまして、であのツアーをですね、本当にあのツアーとして、うん、はい、あの組み立てていった流れがありますので、そちらをですね、ちょっと今日は、ご紹介をさせてもらえばいいなと。JTB さんとかだったらやっぱり安心度が違いますからね、やっぱりね。そうですね、はい、あのまあまあ、しっかりしたツアーだと、はい、ただですね、あのなんかあの、まあ、ガズレレならではというか、あの行く先々 の, こうあのチョイスっていうんですかね、うんうん、まあ、どんなことやるのかってことに関してはかなり独特というかですね、こうガズレレっぽい感じの。いやー、そりゃそうでしょ。あのもうやっぱりね、上田さんはじめとしてベトナムにいるもじゃくんとか、その金間さんスタッフ、ベトナム在住のスタッフもかなりね、ベトナム当然ながら詳しいですからね、その要素たっぷり込めたオリジナルツアーということになると思いますよね。そうですね、はい。なので、まあ、ちょっとそれをですね、今からちょっとぜひお話をしていこうと思うんですけども、ここでですね、実は今日はあのその JTB のこう担当の方ですね、ちょっと一緒にこうですね、あの、まあ、あのこのツアー企画をですね、あの練ってきた、まあ、あの担当の方をですね、あのお呼びしておりますので、一緒に話できればなというふうに思ってます。ということでですね、あの JTB の田代さんになります。田代さん、はい、どうもどうも、こんにちは。こんにちは、初めまして、 JTB の田代と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、で実はですね、あの、まあ、あのちょっと前提の話を言うかですね、あの田代さんは、ガズレレの大ファンです。はい休日にいつも、友達とですね、ウクレレを弾いてガズレレを楽しんでいます。やっぱ、はい、いいですね。やっぱりガズレレ仲間は話が早いということですね。本当にありがとうございます。今の割とこう田代さんの周りの GTV の方もちょっとウクレレにハマって見える方も見えると。そうですね、休日一緒にやっているのは大体会社の同僚でございまして、みんなでテーブルに行ってあのウクレレをですね弾いたり、公園でやったりお家でやったりしております。はい、ということでして、まあ、あのその田代さんとですね、まあ、いろいろこう、まあ、今までこう、まあ、田代さんというか、JTB の田代さんが窓口なんですけども、まあ、JTB の方々とですね、いろいろこう詰めてまいりましたということで、簡単にですね、あの田代さん、簡単にですよ。簡単にちょっと、まあ、あの旅行の概要をちょっと教えてもらえばいいかなと思います、まずは。はい、
かしこまりました。簡単に、まとめさせていただきますと、今回、ガズレレツアー、ベトナム、インベトナムということで、まず、12月の8日から2泊4日で、ガズさんと一緒にベトナムに行って、G ラボ工場が見れたり、ガズさんと一緒にセッションがする時間があったり、ファンの皆様がですね、お楽しみいただけるような企画を作ってまいりました。はい、そういうことですよね。で、実はですね、G ラボ工場の方でも、工場をですね、しっかりこう、見てもらうと、実際こう作ってる現場もそうですし、あとビルダーのもじゃ川上ですね、もじゃ川上の方から、実際にこうちょっとウクレレの説明であったりとかですね、木材のこう説明なんていうのもちょっと入れてもらいながらですね、我々がどういうことにこうこだわりながらやってるのかってことを生でちょっと見ていただきたいというふうに実は思ってまして、で、当然ですね、そこでこう思想というかですね、我々のこう最新のこう作品を見てもらって、実際にこうちょっと手に取ってもらってですね、体感をしていただくということもですね、当然やっていこうかなと思ってます。うん、で、それとですね、これ前回 そのクラウドファンディングの時もそうだったんですけども、ガズさんがいるところでやっぱりこうみんなでワイワイこうウクレレを弾き合うっても結構面白いなと思ってまして、面白いいいですね、はい、でそれもですねやっぱりこうちょっとベトナムっぽいというかですね、ベトナムのこう雰囲気をこう感じながら南国なのでぜひですねちょっと楽しくやれたらいいなというふうに思ってます。はい、いいですね。毒なんかね、前回の記憶もそうなんだけど、やっぱりねガズレレの好きな人たちが集まると独特のムードになるんでね、もうなんかそのままなんかずっといられるような感じになると思うし、そのベトナムもね、僕もねもう過去3回か4回ぐらい行ったことあるんですけどね、ハマりますよマジで。行ったことない人ぜひこの機会にもうめちゃくちゃおすすめしたいです。僕もねしばらく行けてないんでね、いろんな意味で楽しみですね。工場見学とか、僕も新しい工場になって僕もね上田さんも行ったことないしね、なんかいろいろ僕たちにとっても面白いことで、それを、なんかそんなことを皆さんと共有できればなという、そんなツアーになるんじゃないかなと思います。はい、僕も行ったことないんですよね実は、ね、動画というかですね、ズームとかではもちろん見るんですけど、ちょっとそのやっぱ細かく知らないので、間取りも知ってますけど、やっぱり生で見たことないんで。そうですね、困りますよね。で、あとですね、やっぱ個人的にうちの会社ってそもそも実はベトナムとの付き合いが長いんですよね。IT の方でもともとベトナムの方に進出しているので、長いんですけども、すごく面白い国なんですよね。うん、で、アジアの国って僕もその何か所かを行ってるんですけども、正直ですね、国に入った瞬間の、カルチャーショックでいくとトップクラスです。確かに。多分びっくりされると思うんですよね、行ったら。で、ものすごくこうエネルギッシュだし、常にこうなんか人が動いてるのをこう肌でこう体感できるというところがあってですね、なんかまあまあの僕の中ではパワースポットだと思ってます。ああ、まあそうかもしれないですね。はい、なので、ちょっとこうその熱気をこう感じながら、ちょっと我々がですね、普段どんなこう環境の中でこう、ウクレレをこう作ってるのかっていうことも当然そうですし、あとですね、個人的に思うところとしては、こうビルダーのこう、もじゃ川上ですよね。彼と直接こうやっぱりお客さんが喋る機会ってすごく面白いなと思ってるんですよ。ああ、確かに確かに。はい。その前回 そのクラウドファンディングの時のツアーもそうなんですけど、やっぱりですね、こう僕らがこう例えばそう通常こうものをこうウクレレいいですよって言っていろいろプロモーションしていくんですけど、そこじゃなくてですね、本当にこうなんていうんですかね、ものづくりにこだわってる感じ、木一本一本ですね、それこそものすごくこだわってるっていうのがものすごくこう実感していただけるんじゃないかなと思うんですよね、うん、川上がもうオタクですからね、もうね、本当にもう職人中の職人ですから、はい、そうなんですよ。なので、そうすることによって、なんかすごく我々のこう、どういうこう価値観で普段こう仕事をしてるのかとかですね。で、またガズさんからのこう注文じゃないですけども、いろんなこうやっぱ要望が来るんですけども、うん、そういったものに関してこうどうやってこう対応してきてるのかってこともですね、現場を見てもらうと、すごくやっぱ伝わるものが大きいかなというふうに思ってます。はいはいはい、なので、ちょっとそういうこう熱をですね、皆さんとこう共有できるような旅行になってもいいのかなと、はい、いうことと、実はですね、田代さんあれですよね、レストランというかそのグルメの方もちょっとこだわりがありまして、そちらを実はだいぶ実は骨を折ってもらったんですけども、そうですね、はい、そちらはガズさんと上田社長のこだわりの詰まった内容になっているかなと思います。うん、そうですね、美味しいんですよ、ご飯がとにかくね、もうびっくりすると、もう日本人の舌に合う。合いますね。これ。お店の名前まで言えばちょっとパッと分からないからあれなんですけども、実はですね、ベトナム料理じゃないものも含めて、もう端的に、実はその、
今度行くのはだからホーチミンになるんですけども、ホーチミンって結構なこう食の 台所なんですよ、うん、あの多分皆さんが想像されている以上にこう国際的な都市でいろんな国のこう料理がこうしんあの進出してるんですよね。でその中であの僕もその何回かも当然自分 あのオフィスがあるので行ってるんですけども、あのここおすすめだよということで、実は何回か、まあ、ガズさんも当然ベトナムに来たことがあるんですよ、このウクレレの話 でその中でも一緒にこう楽しんだ場所ですね実際に、うん、で、まあ、ガズさんがすごく好評だったその場所をですね、好評なところです、まあ、そこで皆さんと一緒に楽しみたいというのが一つあり、うん、いうことですね。楽しみですそれは、はい、であとですね、あの実はホテルもちょっと結構こだわったんですよ、うん、はい、でホテルもですね、もともとこう、まあ、そのフランスの植民地なんですよね、ベトナムって、うん、なのでそのコロニアル様式のこう建物ですね、でなかなかこうちょっと雰囲気がいいところをですね実は選びましたということ でこれもですね実は僕も結構、まあ、ホテルマニアってわけじゃないんですけど、結構やっぱりこういろんなところ泊まりたい派なんですよ、ね、うん、でいろいろ泊まった中で、あ、ここは結構いいなというところを今回ピックアップしました。ちょっとそういう意味ではその、うん、まあ、なんていうのかな、よりすぐりの楽しみ、そうなんです、異国情緒が、まあ、すごい溢れてますもんね、やっぱね、ありますあります、あります、うん、なのでちょっとそういうところもぜひちょっと見てもらいたいですし、うんうん、あとですね、まあ、通常多分そのこうなんていうんですかね、こうホーチミンのこうツアーなんかがあったときに絶対行かないでやろうような場所もですねいろいろご案内できたらいいなと、素晴らしい、やっぱりというふうに思ってます、うん、ならではのね、そうなんですよ、うん、やっぱ僕もベトナム 3,4 回行ったことあるけど、やっぱりまだ知らないところばっかりなんでね、やっぱりいろいろちょっと僕も行ってみたいなと思いますね、はい、これ、はい、そんなところですね、まあ、なのでそうですね、あと食事が終わってからなんかね、ガズさんと一緒にこうなんかいろいろ盛り上がったり、別になんか聞きたいことあったら、もうどんなことでもね、そこのもういくらでも時間があるわけですから、一緒に過ごす時間は、まあ、そういうのもねかなり楽しいかなと思いますんで、そんなのもねいいと思いますよ。いやもうすごい贅沢な時間になると思います。はい、なので、まあ、そんなこともありですね。ちなみになんかその田代さん、はい、なんかのスポットでこういろいろ回る中で、あれですね、ちょっと面白いところどっかありますかね。今回はですね、皆様にホーチミン観光を一般的なところをお楽しみいただけるのとともに、グエンティエントゥアット通りという楽器通りと言われるところも皆様に、回っていただく予定でございます。はい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 、ですね、そこはですね僕も何回か行ったことがあるんですけど、いわゆるですねこうギターストリートなんですけど、多分その皆さんがこうギターストリートって言ってこう想像する、例えばお茶の水みたいなイメージではないです、全然、うん、あれはかなりもうやばいですよ、もう放送禁止レベルですね、あれは。そうなんですよ、でかなりこう衝撃を受けることになると思いますね、間違いない。要はですね、本当になんかなんだろうな、そうだね、まあ、衝撃を受けるしか言いようがないです、今の段階で。それはお楽しみにいいんじゃないですか。お楽しみにした方がいいですね。ただそこでは本当にその弦楽器だけじゃなくていろんなまあ楽器があるんですけども、主にやっぱりこうギターとかですね、うん、場合によってはバイオリンとかですね、いろんな楽器がこうもうひしめいてます、うんうん、通り中を。なのでちょっとこの通りに入った瞬間におっというふうには多分思われると思うんですよね、うん、ただほぼ観光客の方は見えない場所なんですよ。なのでちょっとですね、なかなかこう普段はこう足を踏み入れないエリアだなというふうには思うんですけども、面白いのでぜひここはですね確かにおすすめ、カオスおすすめです、カオスな感じです、カオスおすすめ、はい、はい、いいですね、どうですね、はい、でざっくりこうあれですね、あとは旅程的なものを少しだけ簡単にだけご説明いただけると助かります。はい、それでは簡単にご説明させていただきます。まず初日12月8日木曜日ですね、出発は、成田空港を、出発いたしまして、直行便でホーチミンまで、向かっていただきます。でホーチミン到着後ですね、皆様自由行動になりまして、夕食で、再合流といった形でございます。でご夕食は、ホーチミン その上田様ガズ様が決めていただいたホテルでですね、皆さんでセッションタイムということで、夕食を皆様で召し上がっていただいた後、ガズさんと一緒にウクレレを弾ける時間がございます。もう飲み会ですね、だから食事会というかね、ウクレレあり楽しそう、はい、はい、でその時にガズさんと写真撮影なんかできる
ああもう写真だろうがサインだろうがもういつだってやりますよ、その期間中は。あとは、上田社長、こちら、ウクレレの試奏会、ジーラボの、ジーラボ製品のウクレレの試奏会をこちらのタイミングでできればなということで話しておりますが。はいはい、いいじゃないですか。はい、準備しておきます、はい。いいウクレレいっぱい並びますよ。あんまり見ないようなやつは。はい、はい。そのような形でですね、初日は皆様と、ウクレレを手に持って、皆様で交流していただきまして、1日目終了です。で、2日目につきましては、午前中からですね、Gラボウクレレ工場の方に皆様で、向かっていただきまして、うん、専用のバスで、ね、向かっていただきます、うん。すごいね、専用バス、貸し切り。貸し切りで向かっていただきます。はい、少しホーチミンから遠いところにあるんですかね。あ、そうです。1時間ぐらいはかかるんじゃないでしょうかね。じゃあそのバスの中でもウクレレだな。で皆様で工場見学をしていただきました後に、ご昼食にご案内させていただきます。いいですね。でこの後ですね、ご昼食後は、ウクレレをまだもう少し見たいよという方は、もう一度工場に戻っていただく、もしくは、ホーチミンの観光をしたいよという方につきましては、ホーチミン市内の方に戻っていただきまして観光を楽しみいただくというご予定でございます。あ、選べるわけですね、その、はい、その日の午後は。はい、いいですね。なるほど。でこちらの日は、ご夕食は自由になっております。あ、そうね、だってお互い調べてね、それぞれの人で行きたい店もあるかもしれないもんね、せっかくベトナム来てね。僕も行ってますんで、なんかおすすめの店が知りたかったら僕に聞いてもらえれば。ああそうだそうだ、いろいろぜひちょっとおすすめさせてもらえればなと思ってます。例えばご夫婦でね、はい、来られた方なんか2人でねちょっといいとこ行きたいわなんて方もいらっしゃるだろうしね、それも大事ですねやっぱりね。そうですね、うん、でそこで知り合った仲間とご飯行こうよも全然いいんじゃないですかね、やっぱり。いや、いいだと思います。はいはいはい、いいですね。で、3日目12月10日土曜日でございますが、午前中は、引き続き自由行動でございまして、お昼頃からですね、皆様で、昼食、そして、ホーチミンの観光をに向かいたいと思います。でホーチミンの観光につきましては、電炭市場でございましたり、中央郵便局とか有名な箇所を回っていただいて、先ほど、ガズさん、上田社長からご案内があった、グエンティエントワップ通りですね。言えないよね。うん、はい。言いづらいですよ、すごく。でございます。はいはいはい。盛りだくさんですね。それが最終日の昼間ってことですよね。はい、こちらが最終日のお昼から夕方にかけての予定でして、飛行機がね、ベトナムから日本に来るやつって夜中の、ね、12時とか飛ぶんですよね。だからその最終日は要は朝起きて丸1日楽しんで疲れ果てて飛行機に乗って飛行機で寝てたら朝成田着でしょ。そうです ね、だからその最終日は、結構ね、もう張り切って時間があるんでね、なかなかそこら辺がベトナムならではだと思いますけどね。はい、今ちょうどガズさんからもお話があったようにですね、帰国前にガズレレセッションタイムということで、皆様でまた演奏していただけるそのお時間がございます。最終日のさ最後のね、最後のところでしようってことですか。はい、いいじゃないですか。まあまあ楽しみまくりですね。それは楽しそうだ。はい、でその後ですね、空港に向かっていただいて、また成田空港へ直行便でお帰りいただくというご予定でございます。なるほど。はい、あとあれですね、特典も少しだけ。あ、特典ですね。はい。か、はい、しこまりました。今回の特典、私、簡単に5つほどまとめさせていただきました。まず1つ目は、Gラボ工場で実際に職人さんの作業をご見学いただけるというところが、大変今回のツアーに参加していただくことでできることかなというふうに思っております。2つ目、先ほど申し上げましたが、ガズさんとの写真撮影や、サイン会、私はウクレレにガズさんにサインしてもらったことがあるんですけれども、とっても嬉しいので皆さんもどこかにサインしていただけると素敵な思い出になるかなというふうに思います。3つ目です。3つ目は、Gラボ製品のウクレレの試奏会が、初日にございます。でこのタイミングで、特別に開発中のサンプルもですね、ご試奏いただけますので、お楽しみください。
4つ目です。G ラボ製品をツアー中にご購入いただいた方には、なんと 20% の割引でご購入いただけます。素晴らしい。だいぶ奮発ですけどね。来ていただいてるからね、やっぱそれはちょっとね、まあまあ、もしよければということですね。はい。はい、嬉しいです。で、最後に5つ目ですね。今回セミオーダーをご希望の方にはホームページでは注文できない特別な木材でもご用意をしていただけているということでございます。それはすごいな。豪華です。メモリアルなものになりなるでしょう。それは素晴らしい。ぜひ、私が、ガズさんのファンということもあって、ファンの私がどんなツアーだったら参加したいかな、こんなツアーだったら参加したいなというものを詰め込んだツアーになっておりますので、ぜひ皆様にもご参加いただけると嬉しいです。いいじゃないですか、田代さん、ありがとうございます。まあね、そういう目線もね、やっぱ大事ですよからね、やっぱりね、うん、これあれですよね、ツアーの一応その、まあ、紹介ページみたいなのがあるんですよね。そうですね、ツアーのページはまた概要欄とかに載せていただければ、はい、うんうん、リンクも貼れるでしょう。概要欄、あ、そうですね、うん、貼りましょう。はいはい、という感じですね。いや、そこで詳細を見てもらったらいいってことですよね。そこで申し込みをできるページってことですかね。そうですね、はい、うんうん、じゃあそこにたどり着いてくださいってことですね、どっちにしてもね。まずそこを見ていただければいいかなと。概要欄ありますからね、概要欄。ただですね、ただ実はこれ募集期間がめっちゃ短いですよね。ああ、そうそうなんですね。そうなんですよ。どのくらいですか、1週間ぐらいでしたっけ、まあ、それもまあ概要欄見てもらえばいいと思うんですけど、結構短いので、そこはちょっとこうご注意をいただきながらですね。そうですね。あと、一応そのまあ人数にこう限りがありますんで、はい。なんでそこもちょっと注意しながらですね、はい、お早めなご決断をですね、はいはいはい、はい、はい。ぜひぜひということで、いいかなと思います。はい。はい、すみません。ただですね、こちらでご案内なんですけれども、今回のご旅行の最小最高人数というものが決まっておりまして、今回20名様を上回りましたら、無事最高でございます。で、ご人数様が、30名様まで受付をさせていただきまして、先着順とさせていただきたいと思っております。なるほど、なるほど。はいはい。じゃあ、皆さん張り切って応募していただけて、20名超えたらこのツアーが本当に実現されるということですよね、つまりね。はい、はいはいはい、この最低最高人数というのはね、こういう旅行というかツアーには あるようでございまして、ぜひ皆さん、なんで迷っている方はちょっとね、期間短いというのは心苦しいんですけど、ぜひ、まあ、ご検討いただければというふうに思っております。あ、それでもし何か質問あるようでしたら、やっぱそこは JTB さんでしょうから、田代さん対応してください、まあ、分かりやすくご説明いただけるような感じになるんですかね。はい、もちろんでございます。私がですね、今回の窓口とさせていただいておりますので、どんなことでもですね、お電話またはメールでですね、お問い合わせいただければすぐにご返答させていただきますので、ご検討いただければなと思います。それは頼りになります。それの連絡先も、要はその概要欄の概要欄というか、概要欄から行くこうサイトの方で分かるということですよね。はい、さようでございます、はい、よろしくお願いします。それは心強いです、はい、はい、まあまあ、じっくり見ていただいてね、私質問があればじゃあ聞いていただくということで、そういうことで今日はそのすごい告知動画になりましたね。 まさかね、このタイミングでいきなりベトナムツアーを JTB で行こうっていうこの動画をね、今撮ってるっていうのは結構なんかテンションが上がるな、いよいよね、なんかこういろいろ動き出してきたなっていう感じも、ちょっとそんな気分もちょっとワクワクしますね、はい、ぜひ皆さんちょっとご検討いただければというふうに思いますが、はい、上田さんもちょっと久しぶりのベトナムなんで、かなり楽しみなんじゃないですか。そうですね、本当楽しみですね。もう実に3年ぶりぐらいですか。ですね、ですね。あの飯屋にも行きたいですよね、またね。行きたいです。はい。はい。まあ、じゃあ今日はそういうことで告知動画ということで、 JTB の田代さんも参加していただいて、も本当ありがとうございました。やっぱ田代さんみたいな方にね、こういうところで参加してもらうとね、やっぱり皆さんもね、安心度がちょっとね、僕と上田さんだけとちょっと安心度がちょっと旅に関してはちょっと分かんないかなと思ったんで、まあ皆さんもすごく頼りになる田代さんの存在をこう皆さん知っていただけてよかったかなというふうに思いますんでね、じっくりとご検討いただければというふうに思います。じゃあね、最後、田代さん、一言お願いできますでしょうか。はい、ありがとうございます。
皆様ぜひコロナ明けの久しぶりの海外旅行をですね、ガズさんと、ガズさんのファンの皆様と一緒にお楽しみいただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、それではですね、ちょっとこの動画見終わったら概要欄にあるその URL に行ってもらって詳細かご確認ください。さあ、ガズレレと一緒に、ガズレレと一緒にじゃねえな、みんなガズレレで、あのガズと一緒に、ベトナムに行きましょう。でワイワイ、あのね、あの音楽で楽しみましょう。皆さんよろしくお願いします。じゃあ皆さんごきげんよう、さようなら、バイバイ。